はい、今回はカロスの8月のアップデートで簡単なナビゲート機能がついたということで、そちらをですね、ちょっと実際に使っていきながら検証してみたいなと、使い心地などを検証してみたいなと思います。アプリ上で設定することで時計の方でナビゲートしてくれるような機能になっているようです。一回ちょっとね、使ってみたんですけど、こちらアプリを開いていただいて、このルートというところがあるんですけど、こちらをタップします。そうすると、まあこういった地球儀が出てくるんですけど、で、地球儀から探していくのもできはするんですけど、まあなかなか大変だというところで、まあ、設定したい場所を入れましょう。僕の場合、金沢。はい、今回金沢をちょっと設定します。はい、ちなみに、位置情報をオンにしておくと、現在地からナビゲーション先までの、ルートも入れてくれるようです。まあ、このアプリの中で、例えば、そうですね、金沢駅から兼六園まで向かうと考えます。こちら金沢駅をタップします。まあ、金沢駅から兼六園まで行く道をナビゲートに入れておきたいと今回は想定します。その場合、この右下にあるアイコンを、このナビゲーションのアイコンをタップします。そうすると、ランバイク直線位置情報保存と出るんですけど、どのパターンで、ナビゲーションするかっていうところで設定されます。まあこれ車がないのはあれですね。基本的に時計のナビゲーションは、まあスポーツしてる時のナビゲーションというところを考えられてるので、まあ今回このランとバイクが入ってるのかなと思います。じゃあ兼六園まで走っていくと仮定しましょう。ランを設定します。で、そうすると、こういった画面タップしてスタートに設定っていうのが出るので、場所金沢駅にします。はい、ここをスタートにします。で、次のタップで目的地を追加すると出るので、目的地は兼六園にします。こちら兼六園出ます。この手動で場所を設定してもいいんですけど、目的地をここに入れても出ます。はいはい、こういった形で出ます。この兼六園を目的地にします。そうすると、この行き方が正しい行き方かっていうのは分かんないですけど、まあ自動でこういった形で、方向を入れてくれます。今回はですね、金沢市役所を、通ってからここ行きたい、兼六園行きたいと考えた時のルートを考えたと想定するんですけど、その場合こっちから行くと、金沢市役所行けないので、これは自動で入ったナビゲーションなので少し修正が必要です。なので修正するときはこちらの消しゴムを押して、ここからここまでを修正しますとします。はい、ここをなくします。そうすると、入れたナビが消せるので、またもう一回、こっち、この金沢市役所を目的地にしたいので、金沢市役所経由で兼六園向かいたいので、目的地を間に挟みましょう。はい。で、金沢市役所行きます。その後に兼六園行く。このような形で、取ります。まあ、自動で、ナビゲーションのルートを入れてくれるんですけど、自分が行きたい道がもうあるのであれば、こういった形で微妙な修正もできます。はい、消しゴムマークを押して、ここ消し、いらないところを消して、消去して、
もう一回自分で入れ直すというような形が取れます。はい、これでナビゲーションのルートが決まりました。このルートで決定する場合は終了ボタンを押します。一応何キロあるのかっていうのも距離表示出てますね。はい、はい、ルート保存という画面が出るので、今回は金沢から兼六園、はい、保存します。これで、このルートはアプリに保存されたので、これを今度はウォッチ時計の方に送ります。はい、そうすると、時計の方に送られますので、はい、これで送られました。今回ランで設定しているので、時計の方を見ると、はい、ランの中に設定というのがあります。はい、設定でナビゲーション押すと登録された、はい、この道が設定され、設定したナビゲーションがここに出てきます。はい、コース開始すると、こういった状態になるので、まあ、今回ですね、家から全然遠いので、ナビゲーションのスタート地点まで全然遠いから映ってないんですけど、まあ、ナビゲーションの近くに入ればこのナビゲートをうまくしてくれるんじゃないかなと思います。ナビゲート映りましたね。カロスのペース3に関してはタッチスクリーンになっているので、こういった形で動かせるので、これで目的地と場所、目的地とスタート地点が見えてきます。今いる場所と全く場所が違うので、そこまではちょっとナビゲーションは入ってないんですけど、そこからこう走る、そこから目的地まで走るっていうコースはここに入っております。はい、こんな感じですね。はい、ということで、実際ですね、ちょっとナビゲーション機能を使って、どのように使えるのかっていうところをですね、ちょっと使っていきたいなと思います。はい、じゃあ実際使っていきます。ここから金沢市陸上競技場というところまでナビゲーション入れてるんで、それがどう使えるかですね。コース開始します。あ、場所に到着ってなってるね。あ、あともう少しで場所に到着ってなんだ。あ、スタート地点到着ってなった。の範囲でなってんだろうな。まあ、でも GPS の正確さがあるからこその機能だよね。コースからやっぱ離脱するとちゃんと離脱してるって言ってくれる。あの時計が振動して離脱してたら言ってくれますね。はい、もうすぐ目的地到着します。まあこのルートに対して外れてたら、あの振動が教えてくれる感じですね。で、なんかこう詳しいマップが出るわけじゃないんで、全体的な方向性だけが
表示されるような感じですね。まあ、なんか大体の方向だけを示してくれる感じかな。はい、ということで目的の陸上競技場に到着しました。まあ、そんな形で、ナビゲーション、使えるかなと思います。ぜひ試してみてください。ということで今日の動画以上。ご視聴ありがとうございました。